ただいまミッキーがいつも練習前に行っているアップ紹介です。あっ、ヘイ、あれ違った。ヘイ、これで、はい、膝を優しく包んであげます。膝を優しく包む、いたわってあげるんですね。いたわってあげるんですか。まあ跳馬はね、ひねりながら着地すること多いんでね、そこをねうまく着地取れるようにですね、最初はねこれくらいの、ここからはねちょっとね難しくなるんだけどね、ここからは1回ひねる、1回ひねります。ただの1回ひねりです。おう、ヘイ、ちょっと遅い、ちょっと遅い。これ何の練習になるかというと、はい、ヤン・ハクソンの立ち方の練習になります。お、どの辺が、これひねりすぎちゃダメなんです。お、じゃあちょっとひねりすぎパターンをお見せしたいと思います、はい。まあ、こういう感じになるんですね。こっちにブレちゃうんですね。こっちにブレちゃいます。はい。なので、もはやね、ハーフで止めてあげるイメージでやるといいです。はい、いきますよ。はい。ちょっとブレとんな。すごい、上半身遅れてる。ちょっともう一回。はい。ちょっと今の辺だ。まあこういう感じです。ほうほうほう。足はこういってんだけど、体はこう残って。最後に乗せてあげるみたいな。そうすると立ちやすいです。これね、どんどんすごくなってくるんですよ。今は1回ひねりですけど、どんどん回っていくんですよ彼。ふいふい、状態が低い。うん、うまい。一回半結構むずいっすよね。この時の一回半の時も、はい、一回ひねり、足甲でこういう感じで、おイメージを。すごい、すごいです。僕一回半できないっすよ、多分。でもこのやり方でやれば、多分できます。おヤン・ハクソンも、このやり方でやれば、できます。できません。絶対できません。すんげえ、一人で着地止め選手権してる。もう決まってる目が。ここからは、はい、まあ、一つ難易度上げまして、はい、体を心身の状態で、だいぶ難易度上がりましたね。難易度上がりますね。一つじゃないぞこれは。これはもうザ・ヤンハクの立ち方です。もう心身で、そうイメージで、はい。すごい上半身残ってた。下手すぎ、今の下手。すげえ、本当で四拍みたい。ぽいよね。ぽい。方が。このギリ具合がね、ちょうどなんかぽいんですよ。すんごい、いや曲がってんじゃんって思うっすけど、多分やれること自体がすごいっすもんねこれ。多分1回ですら難しいっすよね。心身、はい、まあまあ、すんげえ。1回半の心身は結構むずいかもね。いやてか初めて見ました僕は。15年ぐらい体操やってて初めて見ました今。マジで最強じゃん。すげえ。でもこれは本当床でも、はい、跳馬でも、まあ、何でもいいんですけど、はい、前着地の練習にあると思います。うーん、そうですね、確かに着地が上手くなるかもしれないですね。遠藤美希とこの度クラウドファンディングに挑戦します。日本一になるためのご支援、ぜひよろしくお願いいたします。詳細は概要欄から。